はい、今日も日も本のの社会会を考えてままいりましょう東京都議会議員の川真一郎ですこの動画は8月23日月曜日の午後5時に撮影していますけれども今日このコロナ対応をめぐって病院の在り方について国と東京都で動きがありましたそしてこの遡ること昨のの話になりますけれども菅総理官邸周辺、公邸で,です、ね、大きな動きがありましたのでその2つをまとめてこれ、リンクしてくる話ですのでお伝えをしていきたいと思います。 ここからですねあの大変、今までいろいろひっ迫、いろいろひっ,ぱくってとわれてましたけれども私からするとようやくこの縦割り行政あるいは大学の医局制度などに対して切り込んでいくその決断をまあ国でありあるいは東京都がしてきたということになろうかと私は思ってますのでぜひ、もですね皆さんのコメント、下記にお待ちしております皆様からいただいたコメントすべて目を通した上で次の配信、政策定義につなげてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。でまずははじめにですね、えー、これは共同通信 昨日日曜日のです、ね、午後5時59分に配信された共同通信ですけれどもタイトルが首相、医療をしっかり支える専門家らと面会ということなんですね菅義偉首相は22日人工心肺装置エクモの治療の専門家らで作る NPO 法人日本エコモネットの武田真宏理事長らと公邸で面会した新型コロナの新規感染者に対する死亡率が世界に比べ非常に低い状態を維持するため重症患者らも含め医療をしっかり支えていくと強調した同席した医療法人社団雅 の渡辺正隆理事長は開業医の立場から感染者の往診の現状を説明首相は開業医の診療体制にも協力すると応じたこれに先立ち首相は瀬戸東大病院長とも面会し新型コロナの診療と一般診療の両立について説明を受けたというこの共同通信の短い配信なんですけどこれ、すっごく大きいんですね。私は実は実この 菅総理の動きをですねもう年明けすぐから模索して確かに8月までかかってしまったことは大変遅い皆さんからお叱りいただくかもしれませんけれどここまで来たということはこのピンチの局面において東京はあるいは首都圏はですね大きな節目を迎えたんだと思ってますがどういうことかというとこれご説明しますとこの広域支援という考え方なんですけれどもそもそも例えばこれ都立病院のこの枠内を見ていただくとわかります。けれれどもこれ 確保してていいた病床だだと思ってくださいそしてこの黒い丸がですねいわゆる医療スタッフでそして赤い丸がこの重症者を見る e、まあ、エクモを扱うようなですねあの集中治療室を扱えるようなドクターだと思ってくださいとで要はこれ加工病床に1つの枠ずつ加工病床を持ってるんだけれども今ですねもともと全部カバーしてたんですが都立病院なんかはどん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 重症病床に人を寄せちゃってるんですね。 ですからだん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 ん足りなくなってきたけれどもこうやって空所休,所休むと考えた方がいいんですかねここがもう人が回らないんで開けてある病床が生まれていますでこれに対して近隣の民間病院大学病院などにもお願いをしてあなたたちがまるまるここオペレーションしてよと確かに枠は都立病院なんだけれどもここは任せたいよってお願いをしてきてて今まさに今日にもですねいろんな調整をしている状態でございますで これはだから私は逆に近隣の病院で協力していただいてくれるような病院は名前を公表してですね東京都は補助金などを上乗せすべきだそういうふうに考えてるわけですけれどもここまではまあな何とか出来上がってるとただ私からするとですねテレビに出ていていっぱい喋ってるような病院が全く協力し,してくれる雰囲気もないなんていうところもあってこれはこれでまた逆でね公表すべきだと私は思ってるんですね。であの一方で今回の あの菅総理が皇邸で面会したこのエクモネットっていうのはこれはあ,あくまでネット上にエクモを扱うあるいは ICU をつないでるんですですからどこの病院に患者さんがいるかとかどこにエクモを使われてるかっていうのが実は東京都のデータよりも先に ICU 同士をつなげちゃってるのでこの武田理事長の,あのご尽力でですねエクモネットというのができてましたじゃあ今回どういう動きができてるかっていうと これ一般病床というかコロナに対しての中等症はこう埋められるんだけど赤丸が足りないとエクモを扱う人とか重症者が足りないという時に全国のこのエクモネットに参加されているドクターが東京今まではです、ね、医療というのはそのチーム医療とか例えばここは私たちのやり方があるとかでなかなかこれができなかったんですけど。 国がこういうこともできるよとエクモネットを活用して全国助けてほしい病院に手を挙げてくださいねっていうルールを先週作ったで昨日、菅総理とこのエクモネットの代表があって実動って本当できるんだろうかって確認したで武田理事長たちはこの全国のドクターでもすでにチームを作っていて今日、もうこの月曜日の時点ですけれどもすでに北海道や 近隣のですね、まあ、例えば東京は厳しいんですけれどもこの東京の周辺県でまだ余裕のある大学病院の先生たちがチームを組んで今東京の都立病院に入ってますこういう動きができてきたんですねすると今までこの救える命を救えるようにしましょうっていう時には重症化した場合 あるいは重症化させないとかいろんな入り口で止めるとかで酸素ステーションとかいろんな議論があるんですけどあくまでも重症されてしまった場合にこの人たちをどうやって人的資源で救うかというときに医療スタッフが足りない足りないというのはいろんなところで言われてますがただ、関東全域でとか日本全域で考えればまだ医療スタッフがいるわけですそういう動きができるように病院の枠を超えてできるようにそれでもいいよというのは厚労省が決めてもう動き出したということなんです。だから菅総理が これはあの皆さんからすると今まで何やってたんだっていうこの記事を読んでねいやるの,のコメントなんかついてるんですけどやっぱ具体的にそこまで伝えていかなきゃいけないと思うで共同通信がこの武田理事長と会う前に先立って東大病院長とも菅総理があってこの東大病院長がコロナの患者さんも大事一般医療も大事で両立はなかなか厳しいんじゃないかって話をしているわけですね。これれれががなななかなかこう病床があるのに受け入れられないつまり コロナの患者さんばっかりじゃないよという世の,の中他の病院系の人たちもいますよでこういう人たちは見捨てるわけにもいかないのねでじゃあ両立難しいねっていう感じなんですけれどもでもですよよくよく考えてみれば すべてその調整をしていくためにやっぱりこう今言ったようにこれ私たちはこのエクモネットって活用して全国のドクターを全国の財産として使っていくって考え方でした,そしたら東京都内をこれはコロナの重症化とか中等症じゃあ一般って分けていけばいいことで合理的になってきたと私は思うんですね。ね今回のの動きっていうのは その縦割り行政を乗り越えていってそしてこれ、医局制度と言いますけれども、まあ、医局、例えば医学部の何々教授がいてこう縦に連なるとかうちの病院はこうだってあるような、ね、大学病院の慣例みたいなのがありますけれどもこの医局制度を乗り越えるために政府が動いているということなんですよ。まさにこの既得権益を壊,そう壊しに行っているって過激なことじゃなくて乗り越えてこのコロナ禍で一人でも命を救おうという体制になったというのがこの広域支援の話なんですねでもう一歩今日先ほどですね。 田村厚生労働大臣と小池知事が会談してですね話した内容があります。でこれがあの今日の記事にもなってるんですが、これはあの先駆けて毎日新聞が記事12時48分に出していましたが。 厚生労働省と東京都は23日、改正感染症法に基づき都内の医療機関に対して新型コロナウイルス患者を受け入れるよう要請する調整に入ったとで、まあ、今日午後に田村厚生労働大臣と小池都知事が会談し国としての要請は初めてですよということなんですねで。この感染症法では医療機関が国や知事の要請に正当な理由なく応じなければより強制力のある勧告に切り替えることができそれでも従わない場合は病院名を公表できると。 都内では病床が逼迫しており内閣官房によると19日時点の重症者向け病床使用率は90%に達しているということでつまり、この病床重症病床を救うためにこちらでドクターを派遣するというのは1つでもう1個が今回あの国と都で動きがあったということですけれどもこちらはです、ね、例えば都立病院今言ったようにこの黒があの本来であれば中等症などで構えていたんだけれども,もう重症にしちゃってますよと。 なんとかカバーしてきたでもこうやって人は入れてるけれども努力して努力して都立病院こうやってもう今想像を超えるぐらい重症者へ入れてるんですよ。で私は全部公表すべきだって数字を公表すべきだって言ってますけれどもまだ都立病院の現場からはですね公表しないでほしいと頼まれてるので今私はしゃべりませんがこうやってどん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 増やしてるんですね。 もともと重症病床で構えていったところだけじゃなくて中等症や軽症で構えているところもドクター頑張ってこう重症を増やしているところがある某病院に関しては私たちは病床を確保してますよって自分たちで言ってた割にあれ、動いてないじゃんってなんで動いてないのここが正当な理由がなければそれは国は勧告をしてですね公表できるようにしますよってこれも遅いよと。 いう声ももありまますけれどもこれどこはは私はずっっと言ってましたよね重症病床を確保をしたという時点で国から上限1,950万円出てるのに重症病床の患者さん入れてないそれが一般医療とねコロナの医療とのすみ分けなんだって東大病院長のような話があるんだったら最初からお金もらわなきゃいいわけですよこれ東大病院の話してるわけじゃないですよそういう,う,いう理屈だったらお金もらわなきゃいいでこういうことに対して厳しく勢いにしますよっていうこの感染症法も改正されたし名前はこうやっていけるんだという動きになってきました。 これが今日の動きですつまり、これあの国と都の今、動きですけれどもこれ東京都だけじゃなくて他県でもあの同じような動きが出てくるんですが東京は特に大学の付属病院とかいろんな病院が集中してるんですねでこの集中してるところにこう偏在してるもる偏りが出てきてるってことが問題で今日も実は私である大学病院に行ってきましたけれども確かに余裕あるわけですよいわゆる病院の雰囲気ですよ。 コロナを見ている患者さんの現場この病棟は厳しいかもしれないけれどもそれ以外のところではまだ雰囲気的には余裕があるわけですね。でこういうういい人たちをどうやっててマネジメントしていくか コロナの人も救うそしてコロナじゃない他の一般の人たちも救うにはこれ医療界あるいはこれ政界も行政も全部まとまって1つにならなければできないという時にこのエクモネットだったりこういったことを我々はずっと仕込んで動いてきたしこのエクモネットに私はエクモネットという名前を出しませんでしたけれどもこういうシステムをです、ね、小池知事が責任を持って作って例えばヤフーから来た宮坂さんという副知事が今東京にいるんだったら 宮坂知事がこのエクモネットをもうちょっと公的にサポートするような、ね、制度を構築すべきだとそれがドクターを救うことになりイコールドクターのストレスを減らすわけですから患者さんを救うことになると私は3月の予算特別委員会でもしっかりと知事にお伝えしてますけどその時は多分で知事はご理解してるのかどうか分からないけどはって顔をカーンとした顔で私のこと見てましたよでも、切羽詰まってきてこういう動きになってきたということですから。 あの今、厳しいんですよ状況は厳しいですけれどもやはり我々がこうやってした段階で動いてそして、役人も動きそれは国の役人も東京都の役人も動き医療体制を充実させていくで医師会の皆さん方にはどんどん,どん,どん協力していただくということが今、動いてますので。 あのあくまでもですねこうなんか極端な例だけを見てですねやってないとかなんだって批判じゃなくて批判のための批判は後でもできますから今は一つになるように東京が日本が一つになるように皆さん方にも数を送っていただきたいなと思ってます、えー、今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございましたチャンネル登録まだの方チャンネル登録していただいていいねのボタンあバットのボタンどちらでも構いませんので評価もいただきコメントもいただきたいと思います今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました